皆さん大変なことが起こりました空襲警報発令です空襲警報発令です慎重に行動してください慎重に行動してください慌ててはいけません慌ててはいけません現在 8時7分、8時8分になったところです。朝早く、朝早く空襲警報発令です。空襲警報発令いたしました。令和元年5月15日水曜日、暗号資産、サコイン、中野研究会。これは訓練ではありません。これは訓練ではありません。大変です。この青いところを見てください。ベーセック、なんと ビットワイズの ETF、ビットコイン ETF を再び延期ということですね、<laughs> どういうことかと、ビットワイズといえば、ビットワイズといえば、5月16日木曜日のビットワイズ版 ETF を延期と、第1個目のビットコイン ETF 延期されると、<laughs> なるほど、昨夜からビットコイン少し下がってますね。少し下がってますね。 これは情報が漏えいしてた86万7000円。なるほど。2つ目どうなるか。来週の火曜日どうなるか。200万いくのか。それとも70万の35万に落ちるのか。はい、これはコインポストさんのですね、速報ですね。ニュース速報。米セックがビットコイン ETF 判断を再び延期へ。ビットワイズ社の次期判断 期限は8月、今年の夏8月に、また変きた、えー、米国の証券、えー、取引委員会、SEC が仮想通貨、ビットワイズ社の申請した ETF 消費に関する判断は8月14日までです。再び延期するとことを発表した。米 SEC 側は ETF 認可の回避判断に向け、 コメントを募集しており、現在すでに25のコメントを受け入れたことを明らかにしている。なお、ビットワイズの ETF を含め、審査日時の延期されることを市場を盛り込んでいるため、このニュースが主要因となって急落につながることはないと思われるということで、えー、ビットコインの価格、見てみましょう。ビットコインの価格、そういえば落ちてないですね。というかね、実は私も知ってました。最初の1個ですね。最初の1個目。 最初の1個目はですね、認証され、えー、承認されないんじゃないかという噂が出てましたが、この5月21日、5月21日火曜日、こちらが、えー、承認されると、承認されると、だから爆上げ今までしてきたんだと、今まで爆上げしてきたんだと、まあ、そういうことでございます。はい、それではですね、まずは財布から見てみましょう。 えー、ビットコインの価格大幅に根崩れすることはない。根崩れしてません。根崩れしてません。押し目をつけただけ。押し目をつけただけ。持ちこたえている。持ちこたえている。もっと、えー、細かい足。細かい足。うわ、ちょっと微妙か。ちょっと微妙か。 一時間足で、ちょっと見てみよう。うん、大丈夫だ。大丈夫だ。もう一度、再び、昇竜券、昇竜券、上がろうとしてる。大丈夫だ。えー、ネムはおネムか。ネムはおネムなのか。大丈夫だ。上がってる。ネムも上がってます。昇竜券です。はい。えー、竜が再び、おし、ん、ね、で、ノアコインじゃない、モナコインだった。モナコイン、再び、点を目指して、上がっている。大丈夫だ。大丈夫だ。やっぱり、 来週の火曜日は、いや、イーサリアム来たイーサリアム爆上げ宣言開始です。2万3000円回復いたしました。それでは次にビットバンク。ビットバンクを見てみましょう。はい、ビットバンクですね。ぽちりいこう。おっと、ビットコインかこれは。 ビットコイン、省流券、省流券。再び上がってる。再び上がってる。動揺はしない。動揺はしない。はい。最初からビットワイズ、怪しいと、市場では <laughs> 認識されてました。私も、えー、最近知りました。ビットワイズはダメだけど、来週の火曜日は大丈夫だよと。そして、そして、リプロ。 リップル42円また昇竜券上がってきた上がってきた42円39042円390大丈夫だわー爆上げ宣言開始ですはいリップル爆上げ宣言認定いたしました大丈夫ですはいそして他にもビットキャービットキャービットコインキャッシュビットコインキャッシュは明日かなハードフォークするの知ってますか皆さん はい、全然上がってます。4万1000円。ハードフォークで半分の値段ならない。全然余裕だ。さあ、来るぞ。さあ、来るぞ。爆上げ宣言。ビットコイン。ビットコイン。全然大丈夫だ。冷やしでは全然落ちてない。冷やしでは全然落ちてない。1時間足で少し。 少し足るんだか。しかし、省流券、省流券、買うんなら今だぞ。爆上げ宣言。これ100万円今日行く。100万円今日行くぞ。今日100万円行くぞ。ビットコイン。早く買え。早く買うんだ、今日。今日よりないと、これ大変なことになるぞ、これ。はい。もう少し読んでみましょう。はい。仮想通貨やビットコインに詳しい関係者に対して申請に関する見解。 データや論点をを共有するることを求めている具体的にセック側はいかのような項目に関するコメントを募集しているビットコインはハッキングに対する耐久性を持っているのか自分で調べろこの野郎、こんなやろうと。ちゃんと勉強しろと。ビットコイン市場を価格操縦に対する耐久性を持っているか自分で調べろ、こんなやろうと。CIA に調査させろと。 ビットコイン先物市場は適切に規制されているか、規制するのはお前だろうと。お前ちゃんと規制すればいいだろうと。ビットコインの先物市場と現物市場の関係は、そんなの知らないと。ビットコインの取引量、偽装に関するレポートに対する見解、偽装なんかしていません。ビットワイズ社が認める10の取引における裁量取引は可能か知らないが、ビットワイズ自体が怪しいのかもしれない。ウィンクル・ブッシュ ウィンク・ボス兄弟か、上手の10の取引所は規制都業に準拠しているか、それは知らない。このような質問に対するコメントを要請する期間は、ビットワイル社の ETF 申請に関する修正が米国の連邦官房に掲載されたから5週間後まで続く予定だ次の期限と。ビットワイル社の ETF 申請の判,断の判断基準は、 4月1日だったが、直前の米何とか,かんとかが延期,期が発表され、16日に判断期限が移動していた3月、ね。直前の米時間3月29日に延期が発表され、5月16日に判断期,期限が移動していた。今回、再びコメント募集のために期限が延期されたため、8月14日にあった期限が、えー、設けられる形になった。なお、セックは判断最終判断は10月13日までには発表しなければならないと。 専門家の意見、今回の s e c e t f 判断延期に関して、米国の仮想通貨ブロックチェーン関係に詳しい JAK 弁護士は予定通り判断が延期されたと言及。しかし、前回延期が発表された際と違い、万役者の判 ETF 判断が同時に発表されなかった点を指摘と。はいはい。ということで、今回ね、この弁護士さんは、アメリカの弁護士さんは、 前回の延期は、このビットワイズ版とバンエッグ版両方いっぺんに延期しますと発表されたんだけど、今回はビットワイズ版だけ延期しますと発表されたと。ってことは,あっ,ててことはってことはってことはバンエッグバンエッグ <laughs> バンクバイ、ビットコイン ETF、承認決定ってリリンということで、再び、再びビットコイン、そうなのかと、そうなのかと、いや、悲しむんじゃない、これ、喜ぶべきなんだということでですね、1時間足で再び昇竜券、昇竜券、竜は再び舞うということで、これ100万、100万、120万いきます。 はい。今日中に100万いって、来週の月曜日までにね、直前、前日まで120万いきます。やっぱり私のね、当たりですね、これね。まだここじゃなくて、ここで、ここが200万じゃなくて120万だったね。だから、これ70万じゃなくて120万だね、これね。うん。よし、よかった。うん。よかった。本当によかった。ちょっとし、うん、図形は修正するわ。これ修正するか、だから、まあいいや。うん。まあ、まあ、まあまあまあ、あでね。 もう一回やらさせていただきたいと思いますよ。これをね、一刻も早く出さないといけないのでね。はい。ということですね。昨年から最も有力されていたバンエクク社のビットコイン ETF に関する申請の判断期限は、今月21日に迫っているため、来週までには再びセック側から判断に関する発表があると言えるだろうと。昨年から最も有力視されていたバンエックー社のビットコイン ETF に関する申請。 21日。ね。だから、バーンエッグ21、5月21日でしょこっちは有力視されてる。ね。ビットワイズのツインクルボス兄弟は、もうふざけてるから、もう二人ね。またダメだよ、こんなふざけんなよと。バーンエック社はちゃんとしてるから、会社がね、僕みたいなね。いや、知らないけど。あ、バコーン、とりあえず200万。おめでとうございます。皆さん、今日も、頑張って。 お仕事頑張ってくださいそれでは、えー、これでとりあえず第一報ね、ビットコイン,インセックの1、えー、つ目の、えー、ビットコイン ETF の1つ目の申請が却下されてしまったと。ただ、えー、焦ることはない。逆に、1、えー、つだけ延期と発表されて、もう1つは、えー、延期と発表されてないと。今までは2つ同時に延期、延期、延期と発表されてたけど、今回は1個だけ延期って発表されたと。 これはどういうことかとそういうことだとこれは承認されるんだと2つ目がね少量券上がってます特にリップルリップルも上がり始めて30年うまいの安いの美味しいのということでございますさあ今日も頑張っていきましょう千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしましたそれではまた夜会いましょう失礼します